何ブーブー言うてますの。ようこそカラスの力へようこそ。今回は、ちょっと時間できたんで、お天気いまいちなんですけど、軽く公園来てみたら、GoPro のバッテリーがなぜか充電できてなくて 14% しかなかったんで、まあ、その都合でちょっと早めに帰ることになりそうですけど、まあ、天気もまあ良くないんでちょっと遊んで帰ろうかなと思います。リキアンちょっとどっか行く。よいしょ。なんか充電できてなかったリキアン、めっちゃ買うか言ってるやん。ほんで何焦ってる、何焦ってる。地べたがびちょびちょやな。あれ、お、本職来た。待って、本職来たんちゃう。お父さんがブーブー言うてるで。もうこの時期になったらバッタもおらんよな。こけてるし。おお、出てきた。やばいんちゃう。変な鳴き声しとんぞ。しかもほら、いっぱい来たんちゃう。泣きすぎ。どこ行きよった。この辺におるで。多分声はめっちゃでっかい声聞こえてるもん。めっちゃでっかい声聞こえてるから、この辺のやつやで絶対。また来るんちゃう。うん、怒ってんのかな思ったけど、こうでもなかったね。わあ、バッテリーが 6% しかない。あ、おるおる。やっぱ怒ってんじゃん。変な鳴き声やぞ。あー、もうバッテリー切れるわ、リキアン。よし、ちょ、荷物持って降りよう。じゃあもう戻ってこへんし、ちょっと荷物取りに行こうぜ。荷物を持って降りましょうか。よいしょよいしょよいしょ。よし、ちょっとそこ乗っといて。んで、これを持った上で行こうか。待って、持ってるかな、そんなの。あー無理か。ちょっと待って、持てへんかった。待って、リキアン。いや、もうこれ諦めよう。もうバッテリーどうせ切れるわ。リキちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。